こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アラマシーン好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアラマシーン鼻に立ちます。その後ろからはルージュマスール、この馬も上がっていく構えです。さらにはアンカマリリン12番、セントアフリーダ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。先手を取ったのはルージュマスール、間が空いてセシルカラマック、これに続いてナリタミスチーフ、ソシエサリー、すぐ後ろ並んで6番サデアフィットナー、キーミステリー、後ろからベルズカランド、そのうちに続いています。その外にアテナサジタリアス、しんがりからサハラクーリー、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。5番ルージュマスール、依然として先頭、さらにはセントアクイラ、少し間が空いてアラマシーン、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ5番ルージュマスール、セントアクイラ、ほとんど差がありません。セシルカラマック、3番手キーミステリー、いい位置、果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。先頭変わってセシルカラマック、2馬身から3馬身のリード、キーミステリー懸命に足を伸ばす、残り 200m、 後続は遥か後方、2番手はキーミステリー、セシルカラマック、これは決まったか。セシルカラマック圧勝、今ゴールイン。2着はソシエサディ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはセシルカラマック。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。レッドテリオス、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。やはり予想通りいきます。レッドテリオス、これに続いてアーリーイブニング、先手を取ったのはレッドテリオス、ルージュサベラ、それに続いています。その隣にサーフサイドロード、オーラススタンプ、すぐ後ろピンクの帽子ダノングラス、その後ろマルモリアッパー、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はレッドテリオス、まだ粘っています。2番手はルージュサベラ、オーラススタンプ、3番手大外からピンクの帽子イルーシブバーナー、伸びてきた。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはイルーシブバーナー、内からナイキブレーンズ、イルーシブバーナー先頭、200を切った。先頭は依然としてイルーシブバーナー、ナイキブレーンズ必死に追います。イルーシブバーナー差を広げる。2番手はナイキブレーンズ、イルーシブバーナー1着、イルーシブバーナー完勝。2着はナイキブレーンズ、3着にサーフサイドロード、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはイルーシブバーナー。こちら門別競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アウトルーブル、ダッシュがつきません。さあ先行争い、トリガーミネラル前に行きそうです。ニンブルスターズ、それに続いています。アウトルーブル後方からの競馬、先頭に戻りましょう。ハーモニーユニーク、先手を取りました。トリガーミネラル、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。並んで5番エチュードサーベル、アウトルーブル、すぐ後ろ、さらにはユナイトアイディア、その後ろにベリーゲーム、
その隣にリンブルスターズ、すぐ後ろにアマゾン UFO、 その外にフェルリアンタヒチ、オレンジの帽子ラディパンツ、その後ろ並んで7番エピトーが錆びてしんがりに構えたのがバルカンジ B、 各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番アウトルーブル、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてアウトルーブル、ハーモニーユニーク、ほとんど差がありません。間を挟んでトリガーミネラル、3番手バルカンジ B、 これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあいよいよ直線の攻防、さあ先頭に立ったのはリンブルスターズ、バルカンジ B、 ようやく上がってきた。リンブルスターズ先頭、バルカンジ B 伸びてきた。あと 200m、 バルカンジ B 追い上げてきた。2頭の叩き合い、バルカンジ B 抜けた。バルカンジ B 先頭だ。バルカンジ B、 バルカンジ B 1着、2着はリンブルスターズ、3着にトリガーミネラル、勝ったのはバルカンジ B。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ホリデイレイン、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してホリデイレイン、花に立ちます。その後ろからはトリガーコテージ、この馬も上がっていく構えです。さらにはガノンデルム、無敗のシビックカレンダー、その後ろトリガーコテージ、先手を取りました。少し離れてオモナフレイバー続いています。その隣にブルーリマンド、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。サトノスタルーラ、この馬もこのグループ黄色の帽子、黄色クローブ、いい位置につけました。スナークエクスポ、すぐ後ろ並んで10番バンダイエスプリ、ミスティージャック、そのうちに続いています。その外にインゴットシチ、各馬砂煙を上げてかけていきます。さて先頭を見てみましょう。3番シビックカレンダー、一気に先頭に立ちました。オレンジの帽子トリガーコテージ、その後ろ大きく離れました。サトノスタルーラ、ガノンデルム、それに続きます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ3番シビックカレンダー、トリガーコテージ、ほとんど差がありません。間を挟んでサトノスタルーラ、3番手ヒールクローム、この位置は果たしてどうか。後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ、先頭はサトノスタルーラ、残り 200m、 先頭はサトノスタルーラ、バンダイエスプリ必死に追います。サトノスタルーラ差を広げる。2番手はバンダイエスプリ、先頭はサトノスタルーラ、1着でゴール、2着はバンダイエスプリ、3着にスナークエクスポ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはサトノスタルーラ。